シマウマとウマはどちらも草食動物の哺乳類であり、外見がよく似ていますが、実際にはいくつかの違いがあります。シマウマとウマは同じカテゴリーに属していますが、シマウマはロバの血統と混ざっており、そちらの血が濃いです。これによりシマウマは非常に警戒心が強く、気性が荒いという性質も持っています。調教するのは非常に難しいです。また鳴き声も大きく違い、シマウマは犬のような鳴き声です。馬の鳴き声と比べるとかなり大きな違いがあります。そして誰もがわかる点ですが、見た目でシマ模様がついているという大きな特徴があります。ロバに近い動物であることや、調教しにくい性格であること、鳴き声や見た目がシマウマと馬を分ける大きな違いになります。その他にも最も明らかな違いは体調です。以下ではシマウマと馬の体調の違いについて説明します。まずシマウマの体長は平均して 2.3-2.5 メートルで、肩高は約 1.2-1.4 メートルです。一方馬の体長は平均して 2.43 メートルで、肩高は 1.4-1.8 メートルです。つまり馬はシマウマよりも大型であり、特に肩高が高い傾向があります。またシマウマと馬は顔の形状や耳の大きさ、尾の形状なども異なります。馬はより細長い顔を持ち、尾はより長く豪華です。また馬の耳はより大きく、シマウマの耳はより小さい傾向があります。最後にシマウマと馬は分類学的にも異なる種類に属しています。馬はイクースフェルスカバルスという種類に属し、シマウマはイクースクワッタという種類に属しています。以上のようにシマウマと馬は非常によく似ていますが、体調には明らかな違いがあり、様々な形質が異なるため識別することができます。